北条辞典は、鎌倉時代中期の北条氏の一門。北条時氏の三男。母は、松下善二で、第四代執権、北条教寺、第五代執権、北条時よりの同母典にあたる。徳宗家から鎮税に下校した阿蘇家の祖。忌味川の地にため時と解明している。辞典の正確な少年は不明であるが、安定元年から管理二年の前と推定される。父、 時氏は、時定の祖父で三大執権、法上安時の後継者と目されていたが、創生したため時定めの同母兄である教授、時よりが、執権職を継承した。法寺元年の法寺合戦では、執権、時よりの命で、大将軍として、三浦氏と戦った。法上氏の祖である、法上時政以来、代々継承された秘前が祖社の所領を継ぎ、名字を阿蘇と称する。 校長4年、前年に死去した兄、時よりの百科秘仏寺に際して、万願寺を改装した。将軍の側近として仕えたが、現行にあたり、公安4年に、非善守護に任じられ、8月頃に現地に下校した。公安8年11月から公安9年いる12月の間にため時と改名する。公安十年一月十九日には、鎮税奉行に任じられて、 猛虎対策に従事した。昭和2年、養子の、法上帝宗に家徳と比善守護職を譲って隠居する。昭和3年10月15日に、博多で死去。熊本県阿蘇郡南小国町に辞帝が建立した、万願寺に、辞帝、帝宗、随時のものと伝えられる、五輪塔と、辞帝、帝宗の肖像画がある。辞帝は、弓の名人であったと伝わる。 実施の随時は低層の融資となった。ありがとうございます。